わかんねえな。それだとこらえてるなって感じ。ああ、はい。だから今までテレビシリーズでやってきた発言の思いを全部背負って、ぐわーって込み上げるものがあって、バーンってそれをそのナックルに全部ぶつけるっていうふうにしたいと思います。はい。回してください。使わないから回してください。わかりました。よーい。えい。はい。ちょっと見せてもらっていいですか。弱いですね。それが出せないとね。まあちょっと 今までのことをやってたのが無意味になってしまうので、うんうん、はい、あ、何か思うことがあったなってその裏でも怒りだけじゃなくてさらに思うものがあったなっていう見え方にするのか、はい、弱いよ、もっと、もう全身に力入れて、よーい、回してください。えい。チェック。すいません、もう回しました。目が違うのね、全然ね。全然違いますね。はい。出せるようにしてください。はい、はい、オッケー。いいシーンになったのかも自分では分かんないんですけど、まあ、何かしら感じていただけるようなシーンになったらいいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お前何したか分かってんのか。さっぱり分からねえ。反対しちゃったよ。なんでだよ。嘘。やっぱりさっぱり分からねえ。なんで俺なんだよ。やってやる。ふざけんなよ。あ？あ？とぼけんじゃねえ。なんでそんな危ねえもん使ってたんだよ。なんでそんなもん作ったんだよ。変身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 猿より低能だな。何だった、うんうん、何納得してんだよ。